こんばんは、さくちゃんです。新空ちゃんです。新空ちゃん、今日は何やってたの？休日だったと思うけど。ゲームやってました。どんなゲーム？雪だるま作るゲームやってた。なんていう名前の？あ、グッドスノーマンだっけ。有名なアイドルグループのこと？いや、違うけど。そっちがグッドってついてるってことは、あっちはバッドなの？いや、そういうことじゃないけど。何ちょっと切れてんの？さくちゃんね、さくちゃん今日はね、失恋してた。ああ、そうなの？流すの？さくちゃん今絶賛失恋中なんだ。流すの？だって話の広げ方がわかんないもん。突っ込んでよ。失恋って最中ってあるのかなって思って。ああ。片思い中はわかるけど。と失恋中ってさ、同じかな。いや、そんなことないと思うけどね。じゃ、昇進中、ん？違うな。片思い中、失恋中。失恋中ってことは、もう片思いをやめたってことだよね。もう、諦めたか。相手にね、尽くしってなんか。尽くしって何？振られちゃった。それで、尽くしってやられんの怖。片思いならまださ。振られる方が全然尽くしは怖いよ。片思いならまだ思ってるだけじゃん。うん。それはもうね、振られても。あ、そうかそうか。あ、もう、玉砕してるんだ。音楽鳴るんだ。そっか。あ、じゃあ、そうだね。自分から身を引いた場合は、失恋って言わないってことか。何でもいいんだけど、さくちゃんその、なんだろうな。独り身だよっていうのを失恋中って言ったんだけど。あ、そうなの？そうそう。なんて言えばいいんだろう。何中なんだろう。独り身中。だからそれを聞いてんだよ。え、そのまんまでよくない？虹空ちゃんは何中今。空想中。一番危ねえやつじゃん。片思い中とかなんかそういうの聞けんのかと思ったら、空想してるの？してるね。いや、その恋は必要ないってことだよね。で、僕、あ、でも確かにランキングで考えたら空想よりは恋愛はした。空想大事。そうなんだ。空想大事。うん。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。